はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像はライフシフトですね。引き続き、リンダ・グラットンという、まあ、経済学者かな。リンダ・グラットンは確か、まあ、ちょっと確認しますけれども、ロンドンスクールビジネススクールですね、まあ、MBA、で多分授業を持ってる人でしょうね。まあ、なので、事務方なり、事務職寄りの思考発想をする人というニュアンスで、捉えていただいて問題ないと思います。で、一応人材論と組織論の世界的権威とあるんですけど、まあ、僕もですねこの分野にこういう領域に近いところに成功が一つあるので、経済学はそうなのでを、まあ、感じるところなんですけども、結局解釈とかあるいはその統計的にはこういうことは言えそうだなとか、そういうことを延々と繰り返している分野なので、その直接的な因果関係、例えば今回もね、あの話もできますけども、神経科学のように脳内でこういう物質はこういうふうに分泌されてあるの、こういうふうに神経細胞が発火してここの部位のだからこういう意識が働いてこういう意思決定をするんだとか、そういうことはあの話として、説明できない人たちなんですよね、こういう分野の人たちっていうのは。なので、まあ、その辺は解析的なアプローチなり自然科学的な自然科学のベースの論拠っていうのはそういう意味ではほぼないので、そこはですね、あの割り引いて聞いていただければ踏み誤ることはないと思います。で、まあ、あのこのライフシフトで、まあ一貫して語られているのは、まあ、人生これから100年、っていう寿命を迎えますと。で、そのためにどういう備えをしたり、あるいはどういう働き方をしたり、しなきゃいけないんだろうかっていう議論がですね、出てるものになるんですね。で、今回の章は見えない資産と、まあこれ会計用語でもあるんですよね。例えば無形資産とか言ったりします。あの英語だとインタンジブルアセッツとか言って、昔からある言葉ではあるんですけども、要はその貨幣価値まあさ市場価値に換算しにくい資産、まあ個人で言えば友達とか、あるいは家族とか、まあ主に人間関係に関するもの、あるいはその働いている場所とかもね、例えばその騒音とか空気がすごく悪いところ、騒音がうるさいところで働いてるっていうのは、まあ住環境でもいいんですけどね。で、それでもまあ資産価値としては実質大幅にマイナスじゃないですか。でもその広々としたオフィスで、自然も豊かで空気も澄んでいて、でまあみんな同僚も気持ちが穏やかで優秀でとか、そういうことになってくるとですね、やっぱりこれはその金銭ベースではなかなか換算できないんだけども、非常に価値がある資産だとはいうことは、まあ、自明じゃないですかまあそういうところが個人ベースだとあったりする。で、あるいは企業ベースだといわゆるブランド価値、のれんとか言ったりしますけどね、財務会計でもそういう言い方をしたりしますけども、そういうものを一括りにとりあえずした章になってますね。まあ何やともあれ読んでみましょう。で、ここではですね、まあ、ちょっと前置きがいくつかあるんですよ。例えば僕の社会人向けの授業チャンネルでですね、一回美貌格差っていう、要は容姿が整っている、あるいは見にくいっていうところからどういう市場価値の差が現れるかとか、そういうことを大真面目に、その、まあ、露骨っちゃ露骨ですけどね、大真面目に、統計を取って、論文書いたっていう人がいましてですね、ハマーメッシュっていう学者なんですが、まあ、個人のその極端な資質に依存した要素に基づく無形資産っていうのはここではとりあえず除外して考えています。まあ、要するに容姿が抜群であるとか、持って生まれた、まあ、例えばお金持ちの家庭に生まれたとか、逆に極貧だったりするとか、そういうところはとりあえず、一旦抜きにして一般論として語れる無形資産というのはどんなものがあるかなっていうので、3つのポイントにですね絞って紹介してますね。で、その3つをまずはお伝えしておきましょう。1つ目は生産性資産と、人が仕事で生産性を高めて成功し、
所得を増やすのに役立つ要素のことだと。スキルと知識が主たる構成要素であることは言うまでもないが、他にも様々な要素が含まれると。まあこれは一番わかりやすいですよね。要するにいわゆる生産性が高い、資産を持っているかどうか、まあ具体的には技術とかスキルとかそういうことが中心になるかもしれませんね。まあ今の話から分かる通り、先ほどの容姿とか、あるいはその家庭環境、育ちがいいとか、そこから出てくるその、教養とかね、まあ教養は後から身につけることができるかもしれませんが、気品とかね、そういうものもある意味生産性資産と言えるかもしれないですね。で、2つ目は活力資産。大雑把に言うと肉体的精神的な健康と幸福のことだと。健康、友人関係、パートナーやその他の家族との良好な関係などが該当する。長期追跡調査によれば、活力資産を潤沢に蓄えていることはより人生の重要な要素の一つだ。まあこれは僕が日頃から言ってことですね。心身の健康ってことです。で、そのために必要なこと、まあ時間的にも物理的にもある程度余裕がある生活を整えられること、あるいは、それを共有する分かち合う家族に恵まれていること、まあその辺もあるでしょうね。まあ友達もそうですし、パートナーもそうですし、まあそういう分かりやすい資産のことをとりあえずは2つ目のものとして活力資産という言い方をしています。で、3つ目は変身資産。これが一番目新しいんじゃないかなというように思うんですが、定義を聞いてみればまあそうかなと思うところです。100年ライフを生きる人たちはその過程で大きな変化を経験し、多くの変身、まあ要はなんていうのかな、仕事転職っていうところもあるかもしれませんが、モデルチェンジをする局面をたびたび迎えることになるだろうっていうことを言ってるわけですね。そのためには必要な資産が変身資産だと。自分についてよく知っていることを、多様性に富んだ人的ネットワークを持っていること、新しい経験に対して開かれた姿勢を持っていることなどが含まれる。このタイプの資産は旧来の3ステージの中ではあまり必要とされなかったが、マルチステージの人生で非常に重要になる。まあ、手前味噌ですけど、僕なんかその筆頭かもしれませんね。変身っていう意味ではね。ずっともう15年以上もう学習指導ずっとやっていて、まあ、もちろんその中でプログラミングとか、機械学習の理論とかそういうものをたびたび教えてはいたんですけども、まあ、今はデータサイエンス領域で、サイエンティストとしても働いてたりするので、その2つの職種でも全然違うものじゃないですか。ただ基盤にあるのは、僕は統計を使う分野を専攻にしてたので、まあ、それをうまく転用してっていうところでモデルチェンジをしたわけなんですが、これも大きな資産の一つだということですね。で、まあ、逆に言えばこの変身資産っていうのは、日頃からその新しい技術や、あるいはその科学的な知見というのをアップデートしていかないと、まあ、なかなか厳しいものがあるのかなと。じゃあ事務方のスキルとか能力はどうなんだろうっていうとですね、まあ一概に、事務方だから悪いってことはないと思うんですけど、例えばですね、まあ、会計士とか弁護士とか、まあ、ライセンサーはあったりするじゃないですか。ただライセンサーの世界ってもう、なんていうのかな、慣行と制度を運用するための資格だったりするので、そこで、時代に対してですね、大きな、変化に適応するっていう能力が率先して磨かれるかと言われると、ノーだと思いますね。で、あるいはそのライセンサーじゃなくても、よりさらに弱いところですと、まあ歴史とか、まあ文学的なもの、やっぱヒューマニティ寄りのものだけやってると、やっぱ厳しいものがあるのかなと。そこにね、例えば文学とか言語だったら、そこに、データサイエンス領域だったり自然言語処理とかってしますけども、テクノロジーをかませるっていうことができれば、両方獲得できるするっていうことができればですね、もう それは価値としてはガラッと変わったりするんですけども、そもそもビジネスに乗らない、乗りにくい要素だけしか持ってないっていうふうになると、まあ厳しいのかなと。そして、まあやっぱり50年100年程度では大きな変化なり進化っていうものが見られない、分野でもあるので、価値を生み出すって意味ではどうかなというふうには僕は思いますけどね。それだけやってるって意味ですよ。そうした分野が価値がないといけないんですからね。むしろすごく大事なんだけども、それだけやってるとなんかどうしようもないかなっていう気は僕はしますね。
で、アメリカの22歳の大卒者は平均で、まあ、アメリカの例ですね、年に3万ドルの所得を得ているが、非大卒者は平均で1万8000ドルに過ぎない。所得の格差はその後の人生でさらに広がると、格差が最も大きくなるのは40代半ばと。大卒者の平均所得が平均8万ドルに近くになるに対して、高卒者は3万ドル程度だ。まあ、これはなかなか深刻な数字ですね。でここから考えると、教育の投資利益率はインフレ率に加えて 15% ということになると、この投資率が投資利益率は今後も続くなら、長寿化により増えた時間の一部は教育に投資されるだろうと。20世紀の間にアメリカの平均就学年数は7年から14年に伸びた。この年数はさらに伸び続けても不思議はないと。まずちょっと前後しますけど、就学年数に関してはルネサンスの頃から、 あの頃はもう15歳で、職人は大人扱い、一人前で、そこからもう働き出すっていう時代だったわけですね。そこからまあ、およそ3、400年前ぐらいから見てもずっと一貫して、学部教育が敷かれ、中等教育が敷かれ、高校ですね、で学部が敷かれ、院があって、まあ、その後マスタードクターで、さらには社会出た後も社会人教育とかですね、もうどんどん長期化しているというところがまず あるわけで、まあ、この100年間で見ても7年から10年倍になっているということが記されてますね。じゃあ僕に関して言うと、勉強すること自体が仕事みたいなところがあったので、まあ、語弊はありますよ、語弊がありますけども、まあ、学部を卒業してからもずっと教育を受け続けているようなものという言い方もできますね。まあ、特に僕は受験士の類はほとんど力を入れてなかったので、まあ、やってましたけどね、他の、まあ、それこそデータサイエンス領域もそうですし、コンピューターサイエンスもそうですし、遠いところですと、まあ、神経科学なんかもそうですし、うん、なんかずっと勉強してるっていう感覚であるので、そういう意味では、まあ、いい意味で、この投資利益率っていうのが、まあ、15% ってありますけど、もしかしたら 30%、50% とかなっている人間かもしれないですね。100年ライフが当たり前になれば、人生の早い時期に一度にまとめて知識を身につける時代は終わるかもしれない。まあ、終わると思いますよね。特にテクノロジーっていうのはもう日進月歩ですから、例えばですよ、僕が学生の頃は Java 1.0 とか2とかそういう世界だったんですよ。で今 Java 8とか9で、そもそも Java で書くのしんどいよなっていうところから、まあ、宣言型言語のスカラとか出てきてるわけなんですけども、まあ、プログラミング言語の世界は動きが早いものの一つかもしれませんが、まあね、10年20年前に勉強したからとりあえずそれでずっと食っていけるなんて思っている技術職の人はまあいないと思いますよね。ほぼ自明ですよね。で、テクノロジーが目を見張る進歩を遂げると予想される以上、キャリアの初期に身につけた技能を頼りに長い勤労人生を生き続けるとは考えにくい。古いスキルを元にした仕事に飽きたり、テクノロジーの進歩によりスキルが時代遅れになったりする結果、生涯を通じて新しいスキルと専門技能を獲得し続けることが一般的になるだろうと。で、まあ、そもそもスキルって何って話がね、多方面に渡りすぎている、過度に一般化した言葉でもありますから、そういう面はありますけど、例えばですよ、じゃあ営業のスキルっていうものがあったとしましょうと。まあ、これ学生向けなのでなるべく分かりやすくっていうところですけど、皆さんは営業のスキルって聞いて何を思い浮かべますかね。大昔はそれこそどこかの CM で、 Google の CM でもありましたけども、あれ YouTube でもですね、大昔は営業って言えば足で数を稼げとか、どっかの訪問したりとか、外回りだけで、あるいはそれを行くにもそもそも電話をかけまくってとか、そういうところからですね、延々ともう気が遠くなるようなことをやってたと。でも今はそもそも入ってくる、インバウンドで入ってくる問い合わせに対してセールスを仕掛けるっていうことをマーケティングからつなげていってやるのがメインになっていたりとか、でじゃあそのものを売るにあたってもですね、ただ口八丁で出任せだけ言っている、心象膨大にあることないことを喋って何でもかんでもアピールするっていう、まあ何でしょうね、頭であんまり仕事をしてないタイプのセールス、いわゆるセールスもたくさんいるとは思いますけれども、
基本的にはまあ、そのいわゆるやり方とかスタイル、いわゆるスタイルっていうものはもう時代、とっくの昔に時代遅れになっていて、まあ、心理学や行動経済学を使った交渉術とか、あるいはまあある意味での人心操作みたいなところはあるかもしれない。そういうものがまずあったりする、うん、でそれをちゃんと身につけてるかどうかっていうのは重要な基準になりますよね。あるいは、交渉相手を見極めるという意味でプロファイリングとかのね、そういうものも技術としては非常に洗練されたものがあったりする。でもこれも身につけるのはなかなか大変だと思いますけどね。じゃあその技術っていうものがどの程度洗練されているものであるか、誰に対しても普遍性があって、高い運用能力があるかどうか、そういうものもね基準としてはあると思いますよ。何より科学的かどうか、あるいは科学に基づいているかどうか。で結果障害を通じて、新しいスキルと専門技能を獲得し続けることが一般的になるだろう。人生を100年とすれば、私たちは一生の間に87万3000時間の時間を持っていることになる。これは以前ですね出てきましたね。何らかの専門技能を習得するには1万時間が必要だとよく言われるが、ただこれはあんまり根拠ないです。根拠ないです。なのでたくさん時間が必要なんだろうな。その新しいスキルって言っても、その今までの、その培ってきた知識とか、じゃあその相対的に古いスキルとどの程度重複している部分があるか、どの程度深さ、根本的なところで共通しているところがあるかでも だいぶ違うと思いますしね、まあそういう話もあれば、まあ、目安です。これね、一般論として、ものすごく雑な一般論として、1000時間でも身につく人もいれば、2万時間でも身につかない人もいると。でこれだけ多くの時間を持っていれば、生涯に複数の専門技能を学ぶことは不可能ではないし、途方もない難題でもないと。それはそうですよね。むしろずっと長い間生きているのに何にもアップデートしないことに対して違和感を持たないということ自体が、まあどうかなと思いますよね。で第一に、将来的にはイノベーション能力と創造性の価値が大きくなり、アイデアの創造を後押しする教育の重要性が高まると。第二に、こうした潮流を受けて人間ならではのスキルと人間による判断の重要性が増すと。第三に、長く生産的な人生を送るためには、柔軟な思考と敏捷性など、どの分野でも役に立つ汎用スキルが一層重要になると、必要とされるようになると。まあ、どれも僕は昔から教え子たちには言っていることでもあれば、他方で、まあ、悲しいからなかなか数学をやらないとか、まあ、僕がその数学から逃げないように、その天才みたいにできなかったとしても、少しずつ積み上げていってですね、高度な数学も運用できるようになりましょうということをずっと言ってるのは、結局ですね、テクノロジーを実装しようと思ったならば、最終的に行き着くところはほぼ数学なんですよね。全部と言っていいでしょう。まあ物理もそうだし、学部の物理なんてほとんどモデリングで、数学ばっかり対応しますから。でまあ、機械学習もそうですし、そのコンピューターサイエンスの世界も基本的には、じゃあ言語自体の設計をしようと思った時に、代数的な構造っていうものをちゃんと把握しなきゃいけないわけですよ。そこで必要なのはやっぱり当然代数ですから、数学ですしね。まあ、例えばそういうものがあったりして、神経科学ですらモデリングに機械学習使ってますから、まあ、遡っていけば、まあ、普通に数学を使ったりする、そういうところがあったりしますよね。で、まあ、今言ったような3つの要素は大事になるでしょうと。アイデアの創造っていうのは、いろんな分野のことを深く習熟している必要がある。なるべく遠いものが方がいいですね。それが全く関係ないものを結びつけた時に、シュンペーダーより新結合とか、大きなケミストリーが生み出されたりする、まあ、僕も得意とすることの一つですね。で第2の、人間ならではのスキルと人間による判断の重要性、これは僕は後者の方がはるかに大事だと思いますね。人間ならではのスキルって言ってるものっていうのは、じゃあその人間と他の、まあ、生命体、あるいは機械、そのコンピューターマシンっていうことでも、マシンラーニングっていうことでもいいですよ。人間自身も説明できないこととか、人間よりはるかに優れたスキルを持つ動物なんか、例えばマジックナンバー
マジカルナンバーセブンとかね、人間は一瞬で7桁しか覚えられないけど、オランウータンは8桁まで覚えられるとか、その人間にしか備えていないスキルってほぼ存在しないと思いますよね。まあ、その総合力的に見ると人間が一番バランスを取れたりとか能力を発揮できるっていうところがあるかもしれませんが、じゃあそれ以上に大事なのはそのバランス感覚とか自分自身を心身をコントロールする制御する、当然ながら健康っていうところにつながってくるわけですけども、となるとやっぱり、僕は主に社会人向けのチャンネルの方で最近というか、まあ、ずっと1ヶ月半今日ぐらいですね、メインに据えている神経科学の話題なんかはなるべく実践できるようになると、ここが強化されるのかなというふうには思いますね。つまり人間による判断の重要性、逆に、サイコパスとかあるいは精神的な先天的な神経変性疾患とか精神疾患を抱えているで、かつそれを改善しようということが、まあ、できない病気もある、病気や疾患もあると思いますが、放置してるとここは延々と改善されないところになりますよね。第3に、長く生産的な人生を送るためには思考の柔軟性と敏捷性などをどの分野でも 役立つ汎用スキルが一層必要とされるようになると。で、まあ、これ抽象だ、この辺がですね、あのビジネススクールの指導者かなっていうところなんですよ。それ言葉にするのは簡単だけど、具体的に何をするのっていうところは言及されてないところは甘いですよね。で、具体的にパッと思い浮かぶのはやっぱり IQ とワーキングメモリーっていうところだと思うんですよ。で、ワーキングメモリーってこれは関連的な話で、具体的にはグリア細胞ってことになると思いますよね。ニューロン、つまり神経細胞っていうものは、まあ、社会人向けのチャンネルの方で映像をたくさん出しているので該当するものをぜひ見つけてご覧になっていただきたいんですが、20歳前後でですね、大体ですよ、大体完璧じゃないですよ、まあ、神経細胞っていうものがほぼ形成される、大体で、それは脳細胞 の表面のところに、まあ、シワのところにですね張り巡らされて固定されているもので、また分裂しない、新たに生成することはもちろんあるんですけどね、ただその生成する元もグリア細胞だったりする。で、神経伝達物質も含めのその制御を主に司るのはグリア細胞の主たるところだったりするので、じゃあグリア細胞を活性化するにはどうしたらいいかっていうのは、日頃いろんな分野に対して関心を寄せながら勉強していく。で、そういうわけで20歳前後でとりあえずですね、人間のそのもう持って生まれた遺伝子レベルで組み込まれた発達段階の仕組みとしてですね、20歳前後でニューロンの張り巡らし方って大体決まっちゃうわけですよ。で、そこをじゃあ50になったから、じゃあ、まあ、この後出てくる変身、資産っていうところなんかですね、ガラッとニューロンモデルチェンジしよう、張り直そうって無理なわけですよね。となると、まあ、僕はそういうふうにするようなるべく心がけて、まあ、若い頃も意識してましたが、なるべくバランスの良い頭の使い方をしたり、その体のを鍛えたり、そういうところがすごく大事かなというふうに思いますよね。要するに、極端な振り方をしない、そのニューロンの張り巡らせ方っていうところですね。まあ、極端な方向に振り切るっていう手もありますけども、やっぱり人間、まあ、不確実性に対してショックが起きた時に、何にでも柔軟に対応できるっていうところが一番大事で、もう極端にこれだけは強いけど極端にここだけは弱いっていうふうになってしまうと、ショックが起きた時に、まあ、普通に死滅してしまう、退路が断たれてしまうって可能性、確率が跳ね上がるので、僕はやっぱりバランスの取れたニューロンの張り巡らさ仕方をするっていうのが大事だと思いますね。まあ、前から言ってる言語、係数、対人、数学、英語、国語、そして哲学とか人と向き合う力、そういうところ全般をまんべんなく磨き上げる。で、そのために心身の健康、体を鍛えるということも大事にする。そういうところがやっぱり姿勢としては大事かなというふうに僕は思います。で、グリア細胞に関しては日頃から関心を持っていろんなことにチャレンジして学び続けるということが、より活性化するというところで、それがこれは年齢を重ねていてもですね、どんどん活性化していくんですよ。なので
じゃあ40歳、60歳、によっては80歳になってから変身資産っていうものを形成してモデルチェンジをしていくっていうことを実現するにはですね、主にこのグリア細胞のところを鍛え続けることが僕は大事かなというように思いますね。で、それに伴い学校教育は次第にあらゆることに、の土台になる分析能力や思考の原則を築く場になっていくでしょうと。そうした土台を築ければ柔軟性とイノベーションを精神を発揮し、いくつもの分野で活躍できるだろうってことですね。だからこれ断言してますけど、著者はいや、だから具体的に何するんだよっていう方はですね、何も書いてないところが、まあちょっと間引いて聞かなきゃいけないかなと僕はなんか思うんですけどね。このような状況のもと、教育のあり方を巡って論争も続いていたりする。まあこれに関しては僕も STEM が大事とか、ね、リベラルアーツがとか言ってますので、過去のまあ5年以上前の映像もあるかな、それぐらい前の前後の映像で主に上げてると思うので、よろしければね、見てみてください。このような人脈や人間関係は生産性資本の重要な要素ですと。で、これを職業上の社会関係資本と呼びたいと言ってますね。このような人脈って言ってるのは、小さいその専門スキルを持った人間がなんとなく集まるような集合体、あるいは組織のことを指しています。強力な人間関係を築い、ちょっと省略してしまったので補足しましたけどね、強力な人間関係を築いている人は他の知識、人の知識を容易に取り込み、自身の生産性を向上させ、イノベーションを促進できる。高い信頼性と評判を持った人たちと緊密な協力関係を築くことにより、自分が個人で蓄えているよりずっと広い知識と見方を得られるのだと。そのような人間関係は他人と共同して働くための豊かな土壌を生み、さまざまな見方を組み合わせる機会を作り出すと。だからどう似てるっていうところも大事ですよね。その似てるというか接続点がしっかりある。まあなんていうのかな、それこそ神経細胞のようにですね、まあ核があって、まあ枝のように分かれているわけですよ。シナプスがですね、樹状突起も伸びているわ。でそこの樹状突起のところで、なんていうのかな、のように互いに手を結んだ時にですね、そこでしっかり結べるかどうかっていうところの似ている部分がまず一つあるとは思うんですけども、自分のその手を伸ばす元々のボタンのところは、体のところは個人差はねあってもいいけれども、鍛え方がどれぐらいしっかりしているか、そして心身の健康は担保されているか、そういうところがやっぱり大事になってくるかなと思いますね。高い信頼性と評判を持った人たち、見ましたね。でイノベーションを成し遂げる上では多様な視点を組み合わせることがとりわけ重要だと言われていると。先ほど僕が申し上げた通りです、テクノロジーに関してもいろんな分野のものがあります。数学、物理、コンピュータサイエンス、あれ神経科学、あるいはバイオインフォマティクスとかね、そういう分野もあったりする。あるいは従来の昔からあるテクノロジーとしては建築とか土木とかそういうものもあったりします。で、そういうものをなるべく幅広く身につけて、結びつけ方、あるいは一見関係がない分野のように見えるんだけど、そこの接合点、あるいは共有する部分で新しい視点を見出して洗練させていく、そういうことがすごく大事だと思いますね。重要だと言われている。で、中でも重要なのは小規模な仕事仲間のネットワーク、それも相互の信頼で結ばれた強力なネットワークらしい。そのようなネットワークのメンバーを互いに似たようなスキルと専門知識を持っていることが多く、職業上の成長を支え合うことができる。切磋琢磨できるっていうことですよね。で著者はこうしたネットワークをポッセと呼んだと。実はこのポッセっていうの言う言葉は、社会人向けのチャンネルでですね、オプション B っていう本を読んで最近参照してちょっと映像を上げてるんですが、こちらでもですね2本上げましたね。このオプション B の中でも今日上げた映像の中にですね言及されています。組織としてのレジリエンス、強靭さを向上させる上でこのポッセっていうのもまた非常に役立つという文脈で語られています。
ポッセとは同じ志を持つ仲間のことである。ではポッセはどうやって気づけばいいのか。社会関係資本の多くはそうであるように、それは一朝一夕では気づけない。自分と同様のスキルと知識を持った人たちとの関係を深めるために多くの時間を費やし、その人たちと直接対面して会話する時間も割かなくてはならない。高度な専門知識が育まれ共有されるためには、そのような時間が必要なのだ。まあこういう下りでとりあえずはこの章は終わってるんですが、まあ端折ってるところもあるんですけどね。まあ最後の高度な専門知識を育むために、その分野の人たちと直接対面して会話をするっていうところはですね、まあその迷子にならないために大事だっていうところもあったりしますよね。だからその自分が見えている同じ問題を捉えるにも、自分から見てる視点と他の人から見る視点っていうのはまた違ったりするわけですよ。見てる方向が違ったりする、まあ、それを共有することで、新たに自分の中では一生懸命、自分は自分で一生懸命頑張ってるんだけども、一応自分の方向からではだけでは見えないことが見えるようになって、それが新たな大きな発見を呼び促すことで、またなんていうのかな、大きな学習体験というもの の質を向上させることができて、さらに質の高い、能力を磨くことにつながるという言い方もできますよね。まあ、こんな内容の章でしたということなんですね。まあ、見えない、逆に言うとですね、これ見えない資産という章なんですけども、可視化される資産っていうのは評価しやすいですし、あるいは形成しやすいっていうのもあるんですよ。例えば本当に分かりやすいですけども、お金っていうのは、まあもちろんその人によってはですね、 お金っていうのは特に給与っていう形だとそうかな、その人の能力を評価するした結果に過ぎないっていう言い方をしたりするんですけども、まあ、能力って言ってもその人がその事業ビジネスに、まあ、従業員として関わった場合、あれ、まあ、契約して外部の形で関わる、僕みたいですね、関わってもいいでしょう。そういう形で評価した場合は、その事業に、で利益を上げる上での能力の評価っていう意味ですごく断片的なんですよね。そういう意味では人間の評価を丸々、人間の能力を丸々評価したものとは、およそ言えない代物で、その人間の能力を全部丸々評価しようと思ったら、むしろ無形資産の今言ったようなところの方がはるかに重要でしてね。でもっと言うと、お金による評価っていうのは、お金ってそもそも宗教と大差がないところはあって、どういうことかっていうと、打艦紙幣といってですね、あれ自体に、絶対的な価値はないんですよね。これが打艦紙幣じゃなくて、打艦紙幣っていうのは、あれは日本の場合、日本銀行がこのお金にはものを物と交換する価値があるんですよっていうことを日本銀行が何て言うのかな、担保してる、価値を担保しているから、それに価値があるんだとみんなが思っているからこそ、そこに価値がある、価値を認めて、その収入が多い人は素晴らしいよねみたいな評価をする傾向があるっていうだけであってですね、それ自体絶対的な価値があるわけではないんですよ。これは金本位制の時代だったらば、金、あるいは金本位制におけるそのお金でしたらね、そのお金は物理的に金と交換することができる、レートが決まってますからできるので、これは分かりやすいんですけども、そういう意味で人が信用しなくなったらですね、そのお金っていうのは紙くずになってしまう。ただそういう世の中には良くも悪くも今の日本ではなってないので、ある程度の評価されることが通常だっていうだけであってですね、まあ要は数字に乗りやすい評価軸っていうのは、評価あるいは資産っていうのは分かりやすいんですよね、評価の仕方として。ですので、実はそのじゃあ自分がこの100いや お金に変えられないものがあるんだとか、そういう話をしてるんじゃないですかね。お金で評価しにくいもの、数字で評価しにくいものにこそ、可視化されにくい資産にこそその人の価値があって、その人が備える資産というものの中核があって、
で、それをいかにそのまあ別にお金でもいいですけども市場価値に転用して評価を受けるかどうかっていう構図を自分なりに作っていくかっていうのはとても大事なわけですよ。そういう文脈でこの無形資産インタンジブルアセットっていうものを個人としてですね、捉えると自分なりに人生設計をするヒントっていうのを得られるのかなというように思いますね。でもう一つは20歳前後でニューロンの形成とほぼ終わるので、ということはじゃあモデルチェンジするためにはそうは言っても人間の脳っていうのはお前その知的な能力評価というのは、まあ、脳が あるいはその神経科学的な側面で語られる物理的な構造が大きなほぼ大き決める要素ではあるので、じゃあそういう物理的な なんていうか制約のもとで、どうやってモデルチェンジをするいわゆる柔軟性とか敏捷性をここで語られてですね、鍛えていけばいいんだろうかということを自分なりに模索していくっていう姿勢そのものが大事なんじゃないかなというように思います。今回の映像はリンダ・グラットンですね、名著です。ライフシフトの中からどういう表現、見えない資産インタンジブルアセットという章について言及しながら少し僕の意見を添えながらお伝えさせていただきました。